どうもこんにちは、北田高橋です。マリオカートの大会があるということで、今日からマリオカートの動画を大会の日まで練習動画ということで撮っていこうかなと思います。はい。でどうしようかな、最初にタイムアタックで僕の練習をね、ちょっと1コース分ぐらい、ちょっとここはねミュートしてよ、ちょっと大人気コースだから練習しておきたいなっていうところがあるから、ここ練習、ミュートしてじゃなくてもいいんだけど、どこでもいいから1本練習して、さあニスクは決めていく。練習1本して、でレート戦やろうか。じゃあ早いな、過去の自分早いわ。タコジャンプアクション、内側する。まだ追いついてきたな。着取りとかもね分かったんですけど、あんまりね頻繁には使えてない。ほい、オッケー、結構いい精度になってきてるんじゃない。うん、でしょう。結構ダート噛む時あるよ。3本連続で決めることに意味がある。さあ、なかなか追いつけないね。でも追いつけなさそうだな、多分ここから脳みそだと思うから、過去の自分。よいしょ、3本踏んで、ダッシュ盤1個序盤に踏めなかったのは大きいな。よいしょ、はい、よいしょい。まああんまり最後のニスカは美しくなかったが、まあいいでしょう。嬉しいな、一発目で決められた。じゃあちょっとレート戦いこうか。で毎日投稿するんだったらもうめんどくさいから、もう編集しなくていい。うん、このままいっちゃおうか。ちょっと僕の小粋なトークで頑張ってつなぎつつ、うん、マシン全部出てないんだよね。6500。ああ、こんなもん配信で見せられねえよ、こんなレート。日本の方がいいのかな、海外でいいかな。どうしようかな、5本、5本ぐらいか。うん、毎日5本やれば、今日8月2日だから27でしょ、25日あるでしょ。だから125レースね、少なくとも125レース。さらにそれに加えて、まあね、練習、コラボでこう練習したりとか、まあ配信で練習したりとかもまあ多少するだろうから、300本ぐらいは走るだろうな、この。でちょっと今回はもう本当にぐちゃぐちゃにされても、なんかその毎日投稿を普通に別のやつで やりつつマリカも厳選した試合を投稿するのは多分無理だから、普通にもう等身大のノーカット5本でいきましょうか。うん、やっぱそう、ちょっとうまくいった試合をどうしてもね、見せたかったりとかしちゃうからね、編集とかできちゃうと。だからあえてもうここは何もせず、うん、あ、今日は安定した走りだったなとか、めちゃくちゃアイテム厳選してる。これ諦めてんのかな。でももう終盤だからあいつ無理だろ、12人と。無理だろこれ。いや、めちゃくちゃ遅いな、これ。あ、もう諦めてんだ。 3レース目だもん。めっちゃこの視点読むんだけど、大丈夫。よし、まあ分からせますか。正直自分は今レートが6500ぐらいしかないんだけど、正直1万2000くらいはあると思ってんのよ、自分の実力がね。だからまあこういった部屋とかで、まあまあまあ7以下取ることはないです。大会当日も、僕前回マリオカート大会第1回の時は、予選は通過できたんだよ、確かギリギリ。なんかね、48人ぐらいいたんだっけ？で、上位24人が、なんか、その次のステージに行けるみたいな。の時に、予選通過、半分よりは上だったんだよ。20位ぐらいだったのかな？で、入ってギリギリ。で、その次の決勝ブロックには、
まあ、惜しくも進めなかったという感じだったかな。うわもう 200cc は練習にならないよ。けどここニスクめっちゃ簡単なんじゃね、 200cc だったら。まあでも 200cc で正直何の練習にもならないんだけど、やりたいと思います。まあ200だろうがこの辺のレートの人間たちに負けてたら、もうちょっとさ、こっちの方がいいんじゃない？ 200 だったらね。こっち行ってなんかインドリしなくても、あいやえぐ、いやえぐえぐい、これちょっとブレーキ踏まないとダメだ。ダブル取ってダッシュ板踏みつつ、これはこれはちょっとキノコとか使ってる場合じゃないのか。いや使うわ、飛びすぎー飛びすぎー、ゴールまで行っちゃう、ゴールまで行っちゃう、はい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 。あ、これ外が大事だな。で、この人赤コーラ持ってるから抜きたくないね。はい、投げたね。アイテム交換した、アイテム交換なんでしたの。ちょ、これむずい。はいはい、まあまあいいでしょ、いけるよね、絶対ね、絶対いけるんだよ。そう、絶対いけんのよ。そしてここで見えないよ、ちょっと待って、バナナバナナ危険、ブレーキ踏みつつ、まあいいんじゃない今の。リスクはもうほんとノーリスク、ほぼノーリスク、絶対決まるもん。何かに当たっていくが即回収。おっと相手これ防御ないんじゃない。あ、オッケー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 、一気に1に踊り出る。まあ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 、まあ、ブレーキ踏みながら、ちょっとブレーキ踏みながら絶対曲がる、横絶対決めるよ。おっと、なんだなんだそのリスクは、初めて見るリスクで、はい、うん、もういかない、いらないんだ 200cc だったら。もう床とか今明らかにミスってたけど、まあこういうことですよね。うん、リスクができると、まあ、こんな感じになってしまうと。うん、まあ、今のはちょっとね、ちなみに僕のミュートシティのニスク成功率なんですけど、 150cc の場合は正直 60% ぐらいなんですよ。たまたまなんか今回頭のねタイムアタックの練習の時に、まあ、3本連続で決められたけど、どうしようかな。リボンロードもちょっとやっときたいな。アンサイン空港もいいけど、なんですよね。だからね、本番までには 90% ぐらいにしたいから、明日もミュートのニスク連から始めようかな。ミュートのニスク成功、成功できるかどうか分かんないけど、あとねめちゃくちゃ難しいニスクとして、あのドラゴンロードの最初のところもあるんだけど、あれ実用性ないよね。なんかあんまりショートカットできないじゃん。なんかミュートのニスクはめっちゃショートカットできるから強いけどさ、まあ、人が少なめのサンシャイン空港いいでしょう。サンシャイン空港はあんまりショートカットもないし、とりわけなんかめちゃくちゃ大事なテクみたいなのもないよね。割とだから普通に走れるんじゃないかな。履修はしました。はい、コイン取って、コインでも使っちゃうか、コインね。あー上乗っちゃった、上乗っちゃった、なんかダブルアイテム、コイン出ちゃうかな。頼むよ、赤持ってる、あー許してよー。ちょっと今のはね僕のプレミが下に降りたかったんでね、ダッシュ板乗っちゃうとちょっと下に降りれない時あるから、あー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 、まあまあまあこっから上がっていこう。ダブル取って、あらら、さあ使って弾き、キノコ欲しい、ナイス、1位そこか、これある、いいね、壊してくれている、おっと、はい、危ない。危ない危ない危ない、あー、ミノコ投げてきたか、
通に投げたらでもお前の鉄守るもんなくなっちゃうんじゃないのか。ここ一回解放、ダブル増えなさそう。危ねえ、妥協した。そんなぁ、まあ、一回被弾してすぐ最高速まで上げて、いやーきちい、いやコイン0枚きちい。これはどうする、これは何が悪かった、なんでこんなことになった、すべては序盤の被弾か、もしかして。いやコインない、いやー逆反撃だ、もうダメだ、流れが悪い、流れが悪すぎる。もうちょっと順上げろ、お前が行くか、今再開、なんかデイジーが落ちた、もうちょっと前へ出てダブルを取りたかったけど、まあ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 、さすがにあれ取れないだろう。キノコか、事故り相手4位、あれ意外となんか伸びたな最後順位。オッケーオッケーオッケー、ま、真ん中ぐらいか、あーオッケーオッケーオッケー、上位陣には食い込めた。今のはちょっと何が悪かったかな、あの序盤でダブルを取れなかったことにより赤コーラをわけわかんないタイミングで被弾してしまったのがやっぱ最初だったと思うから、もう1位の時に防御がないのはダメだねっていう意味では、コインを使わない方が良かったのかもしれないね、あの最初の時コインを使っていなければ確実に防御が引けたから。どうなの、でも序盤に早めにさコイン貯めてさ総力でこうウィンと行きたいっていう気持ちもあるよね。あれはどっちが正解なんだろう、コインキープなのかな。ダブルを取りに行くぐらいだったらコインキープの方が、コインキープして最速ルートの方がいいのかもしれない。で僕はスイーツキャニオンを選択したんですが、この3つのコースだったら多分得意なコース、不得意なコースはあんまないな。最近ドルフィン岬のロンググライダーちょっと決めれる確率が減ってきてるかな。 OK、 スイーツキャニオンは結構好きです、ご練習したから。今ここが2レース3レース目か、4レ5レースだとまあ18分ぐらいなのかな、まあまあ十分か。行きましょう、コイン2枚取って、こっち1回解放だ。解放して落とす。危な。あー、ケツに当たってくれてありがとう。おい、いいね。いい走り。ダブル防御の状態からのさらにケツに当たっていく。さあ1位を安定した走りで守って、コイン2枚取ってこれで10枚、防御がダブル強い、コインが全然出ない。ウルトラまで貯めてビルド、着取りできてるんじゃないこれ。あーまあまあまあいいでしょう、コイン回収。そんなー、まあ、いいでしょう。これはおいやばいやばいやばい、いけーってやったら邪魔しろーってやったらダメだった。こういうなわけわかんないプレイはいらないんだろう。赤守る、これケツ守りましょう。1早いな、ダブル交換したいなこれ、投げて交換、ほい、お赤赤赤赤はちょっと自分守りつつだけど一発投げる。あーまあ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 、どうだどうだどうだ、これいけ、ある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 、おつけ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 、バカバカ、おつけおつけ、オーケー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 、
いやいやいや、あったね。これはあった。うん。青子を言ってて赤も投げて、相手はね、赤に対してもしかしたら、あ、でもサンダー振ったから意味ないのか。クラクションとかを使ってくれてれば、って感じだった、ね。ただ最後ちょっと焦ったな。ちっちゃかったから、ちょっといつもみたいな走りで、その斜めに切り込むのが難しかった。ココナッツボール行きましょうか。今3コース終わって、あと2コース。合ってる？合ってるよね。あと2コース。でも、成績いいね。1位、4位、1位。まあ、4位は8人中だけど。で、ココナッツボールが結構練習したんですよ。ちょっと見ててほしい。言いたら。ピーチサーキットも結構好きなんだけど、ハイラルがね、ミスクができないんですよ。練習してなくて、あんまり。いや、練習したんだけど、あんまできなかった。よくわかんないとこね。キノピオはよくわからん。あ、キノピオじゃない。リンリンメトルか。リンリンメトルはよくわかんないですよね。さあ、行きましょう。ここ。コイン3枚取れないが、まあいいだろう。そこちょっとコインキープしよう。まあ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 。キープして。これ前出れない。これ前出れないよ。これは前の人赤持ってるから前出れない。ダブル割られちゃうがシングル妥協して、危ないよ！当たるんかーい！ちょっと今右にそれようと思ったんだけど、遅かったから。ダブル割ろう。おい。これは、インコースで入っていきたい。ちょっと打開じゃないよ。打開か。連打とか無視していけるから打開なんだ。どっちもいけそう。インコース、インコース、インコース、コイン5枚なんでコイン貯めたいよ、これ。あ、ダブル取りたい。見えなくなっちゃったの、結構きつい、これ。わかんない、やばい、わかんない、大丈夫か。これ最近さ、イカスミなんてさ、昔はさ、マジでしょうもねえなとか思ったけどさ、イカスミってめっちゃ辛くね。赤投げて、なんかかまし ?9、オッケーオッケー。危ねえ、コイン10枚まで。さあ、防御1個。というのの防御あるんで。はい。1を、押したい。これ一気に前、あ、いける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 。ミスターあいつ。で、ダブル取って、間違えてコイン使ってたから。で、裏防御になった。バカ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 投げんな実質被弾じゃねえかもうなんだナイス。いや、あえて僕は今、青を譲ったんですよね。青を譲ったんですよね。しかし、これは、いけるダーマレッドしかもすごい。いや、でも結果的に今のは、あそこでちょっと減速してなければ、僕青気づいてなかったから、青を食らい、大変なことになってた。うん。もっと落ちてたかもしれないから。今のなんか、運だけど結果的には良かったかもしれない。ミュート行きましょうか。勝ってこいよ。頼むミュート選んでくれ。僕ミュート練習してるんだ。カラカラ砂漠もよくわかんない。少ない。ミュートの確率は2分の1ちょい。ないぐらい。来い！よし！うわぁ、ミラーなの？ミラーかよ！もうなんでミュート練習してんのに 200cc とミラーなんだよ、これ。でもミラーでもいいんじゃないか。もしかしたらミラーでもできるのでは？あんだけ練習したんだから。
それを逆にすればいいだけだろう。もうわからん。あれ、ミラーってこんなに難しかった。まあまあいいだろう、まあいい。うん、あ、捕まえても効果もできない。あー、もうダメだ、もうわからん。ミラー、もうなんでこんなになっちゃうんだろう。おい、あ、ここか、ニスクのとこ。いや、わかんねえって、これ。オッケーオッケー、いいよ。上がっていきたいが、コインが少しないので、コイン10枚になってから、最終版。これって意味あんのかな？パワー状態のダッシュ版の方が早いとかあんのかな？なんかなさそうだな、追いついてる感じない。答えなかった。ここでやった方が。で、こうきて、ここはね、落ちた可能性あるから、全部入れながら、こうだよ。ここで行く。一気に順位上げて、さあ、ここで大砲を、一気に3位まで来た。上がってきたぞ。前が結構離れてくれてるから、1位、2位で潰し合ってくれれば、僕は玉れる。が出ない。このキノコは一旦温存しておこうか。あー、こういう声、うわ最悪。あー、今のね、今の難かったな、判断。自分だと思っちゃったから。あー、やば、終わった。いや、今のは後ろ見てれば話早かったんだろうな。後ろ見なかったのが悪いね。5位、うん、真ん中な、真ん中かな、9人ぐらいいたような気がする。いや、後ろ見て自分の赤じゃないっていうのが分かってれば、あそこはキノコを使って防御を引きに行かなかったから、まあ、そこが反省点じゃないでしょうか、うん、というわけで今日の練習終わり、お疲れ様でした。